このビデオは、えー、JFND の、えー、行動中心アプローチの、えー、第5週のビデオになりますね、はい、これから後はもうあとは皆さんが自分で、えーあのー、コースを、ね、開発する期間になりますので、えー、ビデオはこの、えー、第5週が最後になります、はいえー、それからいつもと同じですけどあのこの辺にね、えー、このリンクを開いてもあるいはこの、えー、QR コードをスキャンしてもこの スライドを見ることがででできますすはい、えー、っとそうですね、うん、であのこのビデオ、えーと、今週のビデオの目標はですね、す、え、で、ー、にもう皆さん、えー、評価基準作ったと思いますから、その評価基準に合格できるようなあの会話の授業を組み立てることができるということです。えー、先週はあの漢字を見て判別するね、ねそういうあの えー、授業のことを話しましたけどここでは会話ですね会話について、えー、話してみたいと思いますはいでま,、えー、とまたですねいつもの復習なんですけど行動中心アプローチに限らず、えー、この今のね、えーあのー、外国語第二言語の授業では、えー、第二言語習得っていう研究を元にしたあのー 事業の組み立てが中心ですそこであの一番大切なのはたくさんインプットするまあでも分かるレベルのねわかるレベルのインプットをたくさんするっていうこととそれとアウトプットを少しでもいいけど、まあ、アウトプットをやりましょうっていうことですはいそれともう一つはこれも先週も話していますけどレアリアですねなるべく実際の状況に近い形でそのコミュニケーションが行われることがいいというふうにされていますね はいえー、それでは実際にあの会話の授業の例をちょっとご紹介してみたいいと思います、はいえー、と今回はあの、まあ、これも、ね、あの今までと同じでツーリング用の地図を変えるっていうね、えー、そういう、あのー、CDS を、えー、細かく4つに分けて、えー、まずその <laughs> 本屋さんでその本屋あの地図を売っているセクションに行ってその中で自分の行きたい地方の地図を選んで えそれであの値段を知るっていうのを今までやりました。で、4番目ですね。この4番目はいよいよその本を持ってレジに行ってそれでえとそれを買うというところです。はい。はい、で、ここでね、えー、といくつか4つの会話例をご紹介したいと思います。4つあります。はい。最初の1つは、えっと、これですね。はい。ここでは、あの、まあ、これお願いしますって言って で、値段が出てきてですね。でも、この値段っていうのは、実はね、普通の本屋さんだったら、あの、レジの機械がありますよね。レジの機械に、きましょ、レジの機械に、その、値段がもう表示されますから、1900円という値段は聞いてわからなくても大丈夫です。見れば大体分かりますからね。はい。で、あのここで、この人はクレジットカードで払いたいんですけど、え、ー この店員さんがね、申し訳ありません、うちは現金だけなんですと言っています。これはつまり、その、えー、でここもね、そのの、えー、とねあの申し訳ありませんとかが言えるようになる必要はないです。なんでかというと、それえーっと これこの勉強している人はあのお客さんだからね、あんまりそういう申し訳ありませんというその仕事用の言葉は教える必要はないですけど、でも、もし聞いたらこれが誤っているらしいということぐらいは分かった方がいいかもしれませんね、あるいは現金だけとか、えー、まあこの全体で、えー、要するにクレジットカードが使えないんだということが分かればそれでいいです。はい で、まあ、ここで、じゃあ、これでお願いしますと現金を出して、それで、100円のお釣りですっていうのが出てきますけど、まあ、この100円のお釣りですもね、もう別に100円玉こうやって普通渡されますから、えー、あの、わかる必要はないです。はい。はい。で、2番目の会話例ではですね、えー、あの、今度は、あの、まあ、クレジットカードがあの使えるところですね。まあ、それで一番普通に終わるところですね。はい。はい。で、3つ目のところは、えー、っと、あの、 はいえー、とカードがおあ、ちょっと待ってね。はいはいえー、と1番、2番、クレジットカードはいいですから、はい、で3番目がそうですね、えー、ク,レジあのクレジットカードのカードはお取り扱いしてないんですよという,ふうに言われています。でこれもですねもちろん言えなくてもいいんです。であのもしわからなかったらあの、ねまあ、基本的にはこれも普通は分からなくていいと思うんですけどわからなかったらこういうふうに、ね カードダメですかというふうに聞き返す、そういうストラテジーみたいなのはあるといいですよね。でここであの申し訳ありませんって言われたら、あ、じゃあカードは払えないんだなというふうに分かって、それで、じゃあ,あのこれでお願いしますというふうに現金を持って、えー、あのお金を払うというパターンですね、これはね。はい、で4番目はですね、えー、同じように、あの えとクレジットカードいいですかって言ってでもうちは現金だけなんですって言われてそれでじゃあまた来ますと言って、えー、買わないで帰っていくというこういうパターンになります、はいでねえー、今まで、ね、4種類の、あのーえー、会話例がここにありました、はい、でここで、ねあのー、これを1回だけ聞くんではなくて聞かせ方を変えながら、えー 4回変えるっていうそういうパターンで聞いてみましょうそれをですねちょっとあの紹介してみますが最初の聞かせ方は最初は特にタスクを与えないで聞かせるあの0から1番から4番を続けて聞かせるわけですね、はい、で2番目は客は買ったか買わなかったかそれだけに注目して聞かせるようにしてみましょうであの 1>, 0から1から4を続けて聞かせて、4番のみ、4番だけ買ってないということを確認できればいいですね。でここもねあの、はいはいはい、いいえって書いてありますけど、これも日本語であのこのように書ける必要はないです。まあ、あの英語とかヒンディー語とかで書いてもいいと思いますね。でまあ、もちろんね、その,そのコースの c a n d o の中にひらがなが書けるとか、そういうことがあれば、もちろんこうやってひらがなで、えー 確認する、こういうやり方もあっていいですけどね、はい、それがない場合は別に日本語で書けなくても全然構いません、はい。3番目はですね、その店でクレジットカードが使えるかどうか、それに注目して聞かせるわけですね。はい、この中では、2番だけ聞かせるようになっています。まあ、ここでは英語でね、こういうふうに、No、Yes、No、No というふうに書いてありますね。 はいで最後4番目なんですけどじゃあ,あのお客さんは現金を使ったかどうかそれに注目して聞かせるこれも1から4を続けて聞かせて1番と3番で使ったことを確認するというふうになりますね,はいでねあのちょっとアウトプットの方に行く前にここで1つ確認なんですけど今ね4つの会話例を4回聞きましただから全部で似たような会話を 16回聞いたことになりますね4かける4は16ですから全部で16回聞いたことになりますで、この中で例えばねあのこれお願いしますとかクレジットカードいいですかとかこういうことは全部の会話で言っていますよねはい、4つの例の全部で言っていますなのであの少なくとも同じ この、これお願いしますとか、クレジットカードいいですかは、16回聞いていることになりますね。はい。この、じゃあこれでお願いしますというのも、1回、2回、3回、あ、最後は買わないからね、言わないけど、でも3回言ってます。で、それを4回聞いていますから、12回ね、えー、この、じゃあこれでお願いしますというのも、12回聞いたことになりますね。はい。まあ、これだけ、あの、同じことをたくさん聞けば、もうこれは、あの、大量のインプット。 というふうに言っていいのではないかと思います。はい。えっ、ー、と、それでは、この次のビデオでは、えっ、ー、と、このね、えー、ロールプレイについてお話ししたいと思うんですが、えー、ちょっとこのビデオ、1本目のビデオはここまでにしておきたいと思います。はい。えっ、ー、と、これが。